本当のことを普通に言ってしまうと変わり者になることがあるんですね。見た通りのこととか事実を普通に言うだけなのに世の中が違うと変わり者扱いされることもありますしね。難しいですね。なるほどな。殺害予告ですよ。ですよね。百何十通ですよ。あ、怖い。なんかねえ、アンチの方って、はいはい、会ったこともないような人だから、はい、会ってアンチになる人あんまりいないんですけど、はい、会ってない人が結構アンチになりますよね。1万円を堀江に払ってきてるわけだから、はい、堀江を殺すことは自己否定につながるんですよ。あなるほど、うん、僕の部下とか、まあ、いろんな人たちがこの辺の出身の人結構いたんで、はい、あの人どういう人なのって聞いて、はい、一応事前にいろいろ聞いておきました。あ、そうです、すいません、はい、あんまり言い噂ないんですいません。いやいやいや、悪名ばっかりです。今何期目なんですか？今3期目で、市長になって12年目ですね。ああ、そうなんですね、はいはい。明石市って人口何人ぐらい？今30万30。結構いますね。そうですね、ずっとね、29万ぐらいだったら今一気に人口増えてて。どうして増えてるんですか？いや、明石今、子育てに優しいで有名で、もう周辺からどんどん人が集まってきていて、今、全国中核地で1位ですよ、人口増加率。なんでみんな子育てに支援しないんですか？逆に。いや、私も行きたいですよ、ね。周りの自治体。いやいや、私も。やりゃいいのにね。やりゃいいのに。やりゃいい。簡単でしょ、こんなもん。お金もだって、こっちから、右から左にお金移すだけやから、うん、別に難しいことじゃなくて、そのトップが決断したら、うん、すぐできることですけどね。政治をやりたい人とか、その首長になりたい人って、はい、やりたいことがあって、はいはい、動きたいんじゃないんですか？ね。でもやっぱ実際やりたいことがあって政治家になってる方と、うん、まあ、政治家になるためになった方が おられるから、で、だいぶ違うと思いますね、そこは。政治家になるためにあんなめんどくさいこと。します。でも立候補されましたよ、昔。ああ、いや、だから、すごい大変だなと思って。はいはいはい。これ毎回やるのかと思って。はいはい。あの時は、はい、ライバルが、1期目の安倍さんだったんで、はい、ここだったらいけるかなと思ったんですよ。その小泉さんが辞めるって言ってた。はい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 。で、あの頃の資金力知名度は、めちゃくちゃあったんで、はい、これだったらワンチャン勝てるかもなと思ってやったんで、はいはい、ちょっともう。でも、いやごめん、私、口悪いに有名ですけど、はい、勝負師で、勝負かけた、勝ってきた人生の中では、珍しく負けたんですね、選挙。口悪いですか？うん、あの頃は、はいはいはい、特に、その、勝ってきたとは僕あんまり思ってないんですけど、はいはい、確かに世間一般の基準からすると、はい、勝ち続けてきた人生だと思うんですよね。はいはいはい、自己認識と他者から見える自分っていうのが、はい、全く一致してないんですよ。はい、はい。はい。僕的には全然まだまだと思って、はい、しかも世界見てるから、はい、あんまこう、そうでもないなと思ってたら、周りは連戦連勝みたいな感じだったんで、あいつはじゃあどっかでちょっと懲らしめなきゃなっていうので、はい、ファンも応援も多かったけど、アンチも多かったですね。アンチの方って、はいはい、会ったこともないような人だから、はい、会ってアンチになる人あんまりいないんですけど、はい、会ってない人が結構アンチになりますよね。本当のことを普通に言ってしまうと変わり者になることがあるんですね。だから本当に見た通りのこととか、事実を普通に言うだけなのに、世の中が違うと変わり者扱いされることはありますしね。難しいですね。なるほどな。ただ、いや本当に政治家もいろんな人がいるんで、うん、まあ言葉あれやけど、やりたいことがあってなった人もいるし、うん、まあなるためだけになった人もいるし、あとはどうしてもやっぱり性質上行政っていうのは、まあ同じことを続けたがるんで、変化は嫌がる人多いですね、正直。やっぱりお金の使い道が極端に子供に対して使って、なさすぎてるんで、うん、まさに少子化の原因であり、経済成長しないのも、まあ子供の輸送がやっぱお金回ってないから、経済が回らないんだと思うので、うん、まあ、そっちにお金をこう回すだけやと思いますけどね。うん、簡単ですけど。まあ、うん、そうですよね。で、明石は私が市長になって、子供の予算を、明石で、所詮ね、1年間に2000億円程度のちっちゃな町なんですけど、2000億のうち、私が市長になる前の土地は126億円しか子供に使ってなかったんですよ。はい、今258億円。子供はどこに子供のお金を2倍以上に増やしたんですよ。うん、だから、いろんなことができるんであって、気合だけじゃなくて、政治っていうのは気合だけじゃないから、金をちゃんと増やすところに増やす、重点化するだけですけどね。うん、普通の会社みんなやってますやん。世の中の動きが違ってきたら、これまでやってた商売どっか畳んで、新しい新分野に投資するのは当たり前であって、うん、これからのテーマにお金を重点化するのは普通の企業やってるんです。自治体だけがもう何十年前と同じことを続けてるから、うん、まあ今に合ってないんだとは思いますけどね、自分は。誰が文句言うんですか？いや、これまでや、
お金もらってた方々のお金を減らさないと回せないから、うんね、その関係者が怒るんです。なるほど。怒られるのが怖いからみんなしないです。私怒られるの好きじゃないけど、しょうがないと思うので、怒られてもいいやと思ってやれば、できちゃいますけどね。市長って意外と権限あるんで、お金を、その、つけることは議会が承認したらダメなんですけど、お金をつけないことは、市長が決めた瞬間にゼロにできるんですよ。あ、そうなんですか。そうよ。ごめん、来年からお金ゼロって言うたら、うん、ゼロなんです。誰も戻せない。で、その瞬間に終わるから、一瞬、一秒で終わりますから。ごめんって、その場に怒られると。ね、怒らんといてって言うんだけど怒るんですね。理屈じゃなくてお金の問題やから。まあそうでしょうね。毎年10億円ずつぐらい増やして、まあね、今12年目なんで、120、30億子供の予算を増やした。下手すると最近刺されますもんね。いや、冗談の私、冗談ちゃう、殺害予告ですよ。ですよね。百何十通ですよ。ああ、怖い。なんか、ねえ、多分、いろいろあったでしょ多分。僕はないですよ。僕は減らしたりとかしないから。ああ、だけど。でもなんかこう、なんかこう、脅迫とかあるんちゃうんですか？あ、ないですね。そうなんですか？僕意外とないんですよ、そういうの。あ、そう。はい、ストーカーとかいますけど。私、市長だった1年目から、うん、天誅下るとか、うん、殺すぞってこう、手紙とか、はがきが、ポストに入るんですよ。あ、そもそも僕、家辞めたんですよ、だから。ああ。だから、送りようないんですよね。あ、それいいね。私、バレバレでね。家バレバレで、タクシーの運転手一人怖いっすよね。明石市のタクシーの運転手じゃん。私の家の横通るときに、あ、市長さんの家ですってみんな教えていくんですよ。やめてほしいよ。もうやたら市民のかなりの人がね、私の家知ってるんですよ。怖い。いや、ほんま、わからませんよ、うん。だから最近ほら、はい、多いじゃないですか。多分ね、あれ、安倍さんを殺した人が、ちょっとなんかヒーローみたいになっちゃってるじゃないですか。ある意味。あれ良くないんですよ。僕はずーっと良くない良くないって言ってるんですよ、ね。はいはいはい。言ってありますね、はい。あれは危ないよって、本当に。だから選挙も、選挙とか出ると、選挙ってタダで投票できるでしょ？はいはいはい。だから、そういう人たちが主張するんですよ。うちのオンラインサロン、はいはい、みんな月1万円払ってる。すごいですね。でもね、なんで1万円の会員で、会費でやってるかっていうと。1000円じゃ1万もあるんですよね。いや、1000円の人は刺し殺すかもしんないですよ。ああ、なるほど。怖いですよ。で、これタダとかにしたら、ようわからんやつ来るからね。やっぱちゃんとあの人らって面白くて、1万円の会費っつったら、そういう人来ないんですよ。意外とそういう意味で、やっぱりお金は大事だね。取った方がいいね。そうそう、取った方がいいんですよ。やっぱ1万円払ってるから特別感あるんで、となんか承認、これをだから否定することって、だって1万円を堀江に払ってきてるわけだから、堀江を殺すことは自己否定につながるんですよ。ああ、なるほど。うん、確かにそうでしょ。なるほど。うん。勉強ありますわ。うん、でも、政治家は、ただで投票できるんで、はい、で、納税してないやつも投票できるんで、はいはい、だから、あ、そうなんですよ。そうなんですよ。そこはそうです。態度でかいです、みんな有権者。そう。次は投票せんぞって言うんですよ。そう。私口悪いから、いらんわって言うんですよ。普通の人はいらんって言われるんですよ。私も言われて腹立つから、もう投票なんかしていらんわって言うんですよ。大体そういう人って税金払ってないですか、ね、いや、まあ、言葉あれやけどね。いや、いろんな人いますからね。私もまだ現職なんで、一応大人の対応少しは、しないと。はい。で、でもね、はい、俺本当にそうだと思ってて、はいはいはい、そこすごい大事だなと思って、実はいろいろ考えてはいるんですよ。はい。